黒き仮に酔わせ投稿か。疑問符？11月8日、なにわ男子メンバーの高橋恭平が、ふみはるオンラインにタレントと黒木瞳との熱愛が報じられた。ふみはるオンラインによれば、10月25日早朝に高橋が黒木の自宅マンションを訪問。そのまま宿泊したといい、にショット写真も掲載された。高橋といえば、昨年10月になにわ男子の YouTube チャンネルで公開された動画でメンバー全員分のネックレスをオーダーメイドで作りプレゼントしたと明かしていた。同グループの道江俊介は、恭平からもらった。メンバーカラーになっている。体の一部になっている。と大切にし、喜んでいたという。そんなネックレスを黒木がつけていたものと酷似している。とファンの間で噂になっている。ネット上では、ネックレスの件あげた側の高橋恭平という男にドン引きしたが、黒木狩りという女、王様のブランチでも堂々となにわ男子とお揃いネックレスつけてたの激ヤバ案件すぎる、ネックレスの件で朝から気分悪すぎるメンバー巻き込むに酔わせ始めてみたわ、彼女もお揃いだとしたら普通にドン引きするなどのコメントが書き込まれていた。また黒木のインスタグラムでは、匂わせと指摘されていたタグ付け投稿が9日午後までに削除されており、9日の午前中の投稿に対しては、高橋恭平のファンやなにわ男子のファンからの匂わせは残念でしたね、ネックレスの投稿を消したんですね、メンタル強しょうで傘ネックレスの投稿を消すなよなど黒木に対する攻撃的なコメントも寄せられているほか、ショックなのはわかるけど、好きな人の好きな人は大切にしようよなど高橋や黒木を擁護するコメントも寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。